先週金曜日から3日間にわたって開催された首里城復興祭は、琉球王朝時代を再現する絵巻行列が4年ぶりに行われるなど、にぎわいを見せました。また、今しか見られない復元途中の正殿が特別に公開されました。多くの人が沿道に集まる中、行列が進んでいきます。きらびやかな衣装に身を包み、総勢350人により再現された琉球王朝絵巻行列は、4年ぶりに開催され、国際通りは多くの見物客であふれました。ちっちゃい時に見てて、でやっぱ子どもたちもこういうの見せたいなと思ってたけどね、コロナ禍で見れなかったので、もうね、こんないい機会だからと思って、今日みんな連れてきました。すごかった。衣装がすごかったです。琉球王朝の歴史や文化を体感できる首里城文化祭は、4年前の火災の後、首里城復興祭に名称を変え、開催されてきました。復興が進む首里城では、今しか見られない再建の様子が特別に公開されました。このツアーは首里城復興事業の見せる復興の一環で開かれたものです。最終日の昨日、解説役を担ったのは、歴史学者で平成の首里城復元にも携わった琉球大学名誉教授の高良倉吉さん。そして建築士で技術者として復元に携わる平博文さんが、現在復元工事が進められる正殿の素屋根の内部を案内しました。この前の光背柱といいます、かつての御用木、木柱の王朝時代に大事にされていた材料が犬巻。琉球王国時代はこの犬巻、方言でチャーギと言いますけども、それは重要な木で、計画的に植えて計画的に育てて、非常に管理体制もしっかりしてました。だから首里城のような大型の木造建築を使うときに、ちゃんと自分たちでちゃんと育てて使える状況を確立してたわけです。ツアーの参加者は、技術面、学術面、それぞれの側面からの解説を聞きながら、宮大工によって加工されている柱や、普段は見ることのできない組み立てられた正殿の様子を見学しました。でまたまた先は長いんですけども、いろんな人が将来も関わって、計画通り順調にいけば、多分また火災で焼けたのと同じ、あれそれ以上の首里城が蘇ってくる。なんかそれをこう確信しながら今仕事をしてますね。はい。首里城がまた作られて、また見に行ってみたいです。迫力のある首里城に戻ってほしいなと思ってます。また見に来たい。復興祭の3日間、首里城の復元を待ち望む人々の期待で、那覇の街は活気づきました。首里城が消失した後はコロナ禍に見舞われてしまいましたが、やっと琉球王国の栄華に触れることができる祭り、帰ってきましたよね。そして首里城復興の息吹を感じながら、私たちも歴史を見届ける一員だと思うと誇らしいですよね。そうですね。復興祭に関しては私、地元が首里で非常に楽しみにしていて、仕事もあってちょっとしか見られなかったんですけれども、その中でも外国人観光客の方が本当に興味深そうに見入っているのが印象的で、この沖縄が世界に誇る伝統文化なんだなというものも改めて認識しました。首里城の再建、心待ちにしたいと思います。